墓守の絵左衛門、いざ尋常に立ち貸せ勝負スキルインファイター、いろいろと試させてもらうぞロボムサアップ、ただの切り上げでこの速度、立ち貸せ首、タイムが詰まってきた、見えてんだよバーカっ本当に初見で見切っちゃったよ。高森のウェザイモンは時間経過により戦闘の状況が変化する。まず第一フェーズは10分間生き延び、その鍵となるのは君だ、サンダク君。プロゲーマー相手に引けを取らない君なら、奴の攻撃を攻略できるはず。立ち風から派生するモーションは、右手からの振り押し、両手水平の切り払い、そこからディレイの入った突き、ここ切り上げ。そう、この二人となら私のすべてをこの一戦にかけられる。なるほど、大層立派な装甲だ。足払いを、どこを攻撃してもピクリともひるまない。おまけに攻撃すべてが即死球、確かに聞いてた通りだな。聞いてた通り、こいつは立ち貸せ。倒せるような相手じゃない。